ミノアカヤス2時間ラジオ、井上真でございます。どうも、ミノアカヤスです。お願いいたします。お願いします。声出し応援が J リーグ。ね、何ですか、もう一段階上がるんですか。そういうことでございます。一段階ってどういうこと、人数が増えるってことですか。ですね、それともオクターブを1個上げていいってことですかそれとも何ですか、ちょっと鼻だけ出していいみたいな、マスクから。そう、違う、ダメですよね、それはそもそもダメですよね。あの、もともとの実証実験が、はいはいはい、あの一部のエリアでやってたっていうのがあるんですけど、アルコール裏が多かったんですかね、やっぱね。そう、確かそうでしたよね。それが7月30日以降の試合で、一応ね、うん、あのクラブがそれぞれで判断するってことになるみたいですけど、あの一応スタジアム全域で声出していいよってことにはなるそうですと、うん、だったらこれはマスクする以外は元通りなことでもある。ただ一個だけあるのは、うん、ただそのやる場合に一応、うん、まだ実験段階なので収容人は 50% にしますよと。ああなるほどね、うん、あ今は声出せないんだったら 100% 入れれる、ね、100% いいんだけど。ああなるほど、これ難しい問題ですね。そうそうそう、これね、まあでもそのね、ただ実験も必要だっていう状態ですから、うん、100% 入れるんで、ちょっとあのおちょぼ口で全部声出していいですかみたいな、無理ですか検証が難しいでしょ、そうなるとね。あ、でもやる場合は実験台じゃないけどデータも出してくださいってことかな。そういうことになるわけですね。あ、そっか。いやでもこれはね、難しい日本のルールの中でね、頑張ってやっていただいてるんでしょ、これ。そういうことですよね。じゃないですか、これね。いや楽しみです、楽しみですね、なるほどなるほど。なんか鹿島うん、なのかな、またそれがもともとはね ありましたけれども、なんかなんで鹿島から始まったんだっけみたいな、でなるほどなっていう理由があったんだけど、なんだっけあれ、なんだっけね、なんかちょうどね、それトークライブしてる時の中でね、あねあなるほどねなんつって忘れちゃったんだったら言うべきじゃないね、頭に出したら言います。知ってる、そうなんですよ。一応各チームがとりあえず名乗りを上げてみたいな感じになりますね。楽しみでございます。はい、そしてね、動画も撮りましたけど、うん、予備登録日本代表のね、はい、が55人枠になったっていう。そうなんですよ ね普段は35人、なかなか予備登録って言葉もね、うん、聞き慣れないですけど、ワールドカップにはバックアップとはまた別にですよ。そうなんです、ね、あのモニワさんが呼ばれたって先生は覚えてくれてましたけど、あったね、そういうのね、まあ唯一の事例ですもんね、日本代表だとね。そういう方々が今回はじゃあ30人から出るってことですね。そう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 、カタールにも行かない、我々はオフだけど、あなた呼ばれる可能性あるからね、ワールドカップにっていう人が、うん、そうなんですよね。これは嬉しい反面、しんどいっちゃしんどいですね、これね、お休みに。そうなんですよね。休み方が。だから、言いましたけど、発表しないでほしいですね、JFA には。だって、南の国でバカンスしてますって、ツイッターつぶやけないでしょ。お前、予備登録なんだから練習してんのかって言われちゃうでしょ。そういう時代ですよ。そうなのよね、難しい時代よ。ねえ。うん、これはそうですね。そういう人が30人いるらしいですからね。そうなんですよ、ね。予備登録を探せっていう企画しようか。発表されない場合、皆さん、あの、すみません、あなたは予備登録ですか、イエスかノーで教えてくださいみたいなね。リアルタイムでね、ライブ配信してね。まあ、嬉しいでしょうけどね。いろいろ面白いんですね、それね。ですね。まあでもちょっとリアルなのが、なんかね、あの、いわゆるトレーニングパートナーで、2003年生まれ、うん、2004年生まれの、うん、パリ世代の若手組とかを連れてくんじゃないかって今話も上がってますから。はいはいはい、それはいい未来につながりますからね。そうなんですよ。そうなってくると、トレパ組はね、いわゆる空気感も分かってるから、うんうん、そうすると松木選手とか、はい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 、チェイス・アンリ選手あたりは、うん、予備登録にも入れながらトレーニングパートナーとか、そういうことか、うん、そういうこともあるんじゃないかなっていう。だんだんそこが埋まってくんですね、世代って。そうなんですよね。ね、でこれしかもあとね、あ、だからそういういろんなことが、ね、うん、話として上がってくるから、うんうんうん、ともすればね、いわゆる完全実力順じゃないっていうところもこちらもありますから、ちょっと面白いというか難しいというか。そうですね。ところだなと思いますね。あとなんか同時に発表されたのがね、ベンチに全員入れる26人いって、うんうん、スタメン11人で残りの15人も全員あのベンチに入れる、入れなかったですよね、確かね、入れませんでしたね、ベンチ外で観客席でみたいなあったもんね。ありました、それがなくなる、全員入れちゃう、入れんのかね、肩を寄せ合ってね、ぎゅうぎゅうで2列3列でみたいな、野球みたいに。カタール頼むから椅子増やしてくれよ、パイプ椅子かね、どうなんでしょうかね。だってコーチとかね、いるからね。うーん。なんかコーチもあの人数増えた感じになりましたもんね。うん、合計11人かな、ドクター必須1名必須で。普通の、あれじゃないのか、普通のベンチじゃないのかもね。う
そうですね、前2列とかね、あの、あ、ありえるかもしれない、ね、修学旅行の写真みたいに座るのかもしれないね。でもいいね、それね、全員の表情が見れるもんね。確かにね、あ、確かに。で、誰が出てくるか、5人、15人中の5人だからね。いや、そうだよ、確かに。それはワクワクするよね、誰で行く、誰で行くなるね。確かにキリンカップみたいな雰囲気になるでしょ、ね、そうでしょうね、誰が出る感で言うとですね。なるほどね。だ、まあ本当その交代の使い方が結構明暗分けそうですよね、大会的にもね。はいはいはい、そうですね。うん、カタールはそんな感じなことも。E1 がやってくるわけでしょ、7月20日。やってきますよ。20何日とかね。そう、19日とかですね。香港戦、中国戦、韓国戦と日本でやるわけですよね。うんうん、そうなんですよね。北朝鮮は今回は来ないんですか。いないですね。いないんですね。はい。同時にパリ・サンジェルマンもやってくるということで。やってくると。日程もそのぐらい同じところです、ね、しかも E1 は女子もあるということで。そうなんです。なんならあのそれぞれあの同じ日被ってるところもあるので、うん、あ、はいはいはい、そうそう、時間帯が違うんだと思いますけど。場所はみんな関東近辺なの、あと名古屋とかもありますけど、うん、そうですか、そうですか、そうそう、今はね、あのガンバもあるんで向こうもありますけど、祝勝会でやったーってみんなでね、杯を交わしてるところで、うん、直本さんとムバッペが同じ店になることもあるわけですか。違うの、どうなんですかね。お、直本じゃん。なんなん、ムバッペなんだよみたいな、ね。なんで知ってんだよ。どこで知り合いか分かんないですよ、サッカー。確かにね。昔はね。あ、これは盛り上がりますけれどもね、結構ね、そうそうそう、あの地上波でもやるみたいな感じで。ね。ね、いい、楽しみですね。そうか。うん、あ、ムバッペ来ないかもみたいな話がちょっとあるんだよね。まあなんか怪我とかうんぬやっぱありますからね。遺跡とかはないの、ないんで、ね、遺跡もないですね。なんか、うん、なんかポスターから消えたとか消えてないとかね。そう、どうなんでしょう。そういうので揉めなきゃいいですけどね。でも怒る人いますからね。俺がチケット買った時はムワッペはポスターに載っていたのに、なんでこれ違うあれじゃないかね、金返せみたいな見た後にそうだね。あ、ツイッターで載ってましたよ、マグロ定食頼んだのにカツオ定食が出てきて、うんうん、食べ始めてからすいませんマグロなかったんですって言われた、これはあの訴訟ができるのか否かみたいな。まあできるんでしょうけどね、まあ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 、訴えてやるって言われたら俺黙って1200円返しますけどね、お客さんにもめんどくさいから。食べていらっしゃってもね。そうだよね、気持ち上がりますよね。そうね、クリスチャン・ドラウドが韓国でね、うん、ありましたもんね、去年おととし。あったいうあれね、そうだそうだそうだ、まあ、しょうがないけどね。でもまあ気持ち分かるよ ね、5分しか出なかったとかね。うーん、オフだからね。ね、なんだっけ、この間あれですよね、あのバルセロナがオーストラリアにツアー行ったんですよね、そういえば。あ、そうなの。そう、その時にただ、うん、あのスペインからオーストラリアに飛ぶ段階で、うん、もうみんなもうバルセロナの皆さん、うん、ちょっとあの練習したくないって、なんで俺らオーストラリアに行かなきゃいけないって不平ブーブー言ったらしくて。それはお互い不幸だよね、ファンも悲しいし、うん、ただね、まあ、さ、ちゃんとそこで監督シャビさすがですよ。あ、なんて言ったんですか。そこでピシャーンって雷落としたんですけど、お前らの給料稼ぐためだろ。ああ、なるほど、うん、でもそれ選手にしたら知らんがなじゃないですか。いや、でもやっぱね、やっぱそのリーグだけじゃ今もう稼げない時代だって自分たちも分かったみたいな。経営失敗してるからであって、選手からしたら知らんがなじゃないの。お前らの稼ぐためだろうはちょっとあんまりクリティカルではなくない？あ、クリティカルだったみたいですけどね。あ、聞いたんだ。うん。ちょっとだから、ね、言い方がもうちょっと違かったんじゃないの？シャビがそれはさすがにやっちゃう。チームなくなっちゃうぞみたいな。だと思いますけどね。昔のバルサじゃないんだからお前ら超一流だと思うなよと。今のバルサだからお前らみたいな雇ってるだけで、ただお前らが雇ってんのもバルサの、まあ、看板があるからさ、お前。そんだったらけこれやろ。はい。じゃない？高揚感あるな、なんか。じゃない？分かんないけど、まあね、そんなことがあったみたいです、ね、俺なんかでもあれなんだよ、なんか愛人ってほんとつまんなそうな顔するじゃん、うんうんうん、誤解を恐れずに言うと、うんうん、なんかこう素の顔全然悪気ないんだけど、日本人ってほら愛想笑いするけどさ、メッシとか怖い時あるじゃん、日本とか来た時そんな顔すんなよっていう顔してる時あるじゃん、なんか俺たちもう大好きなのにメッシと思ってさ、そんな感じみたいな、そうよね、おうですおうですみたいなね、ちょっとあれしてよみたいなね時ある、ね、まあ、でも気持ちも分かるよね、疲れてたらい回しされてね、そんな中あれも出るこれも出るって言われたらね、そうなるっていうのはね、難しい問題だね。ですね。あとそういえばこれ直前にギャラを教えてあげたらいいのに多分。かもうなんかなんていうの、やる前にギャラのルーレットがあるとかね。
それ落ちたらテンション下がるのか。そうだね。難しいな。ちょうど今まさかルーレットみたいなの忘れたんであれですけど、あのこれ6月29のお昼に出てると思いますが、あのこの後15時半からですね、あのルヴァンカップのあの決勝トーナメントの、あの抽選会が、あ、抽選会、はい、行われますよ。ルーレットなの？ルーレットなの？まあルーレットというかそういう、まあ、首、あのくじですね、はいはいはい、くじね、やるってのがあって、うん、はい、まあ、一応それで、発表されたんですよね、うん、誰がそのくじ引きしに来るかとか、うん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 、で浦和がユンカーさん、あ、そういう感じなんだ、人がやる、そうなんです、そうなんです、うんうんうん、浦和がユンカーさんで、うんうん、フロンターレが立花田さん、うん、マリノスが宮市さん、うん、で名古屋が高卒1年目若手の高田選手ですね、フェレストが山中選手、なるほど、ね、神戸が小田裕太郎選手、広島がね、こちらも若手の鮎川選手で、福岡は金森選手、遠くにさ1個だけくじがいっぱい立ってる棒のやつ、筒が置いてあってさ、よーいドーンで1個のね、うん、笛と一緒にバーン出してた、これは宮市さんかユンカーが早いんじゃないのね、早く引き合いってもんじゃないけどね。いやでもね、まだ実はね、あの僕の情報が多分正しいと思うんですけど、なんですか、立花田君と金森さん以外は、うん、あの怪我人です。あー、なるほどね、だから来たっていう感じだと思いますけど。そういうことか。あー、うん、そうか、そうなんだ、ここで貢献しないとね。そう走んねえよもともと。あ、そういうことなんだ ね、 ですね。どうやってやるんでしょうね、これね。なんだっけ、今せっかくだから盛り上げてほしいっすよね。ルヴァンをそう、あの水切りでさ川に投げて何段行った方から、ね、引けるとか ね決めていいとかね。そうなの、あとね、うんうん、ただちょっとそれもあるんだけど、うん、ちょっと俺気になることがあって、なんですか、なんですか、なんで立花田君来たんだって思ってるんですよね、僕は。うん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 、だって、うん、正直、まあ、怪我人の方もまあいなくはない、うん、その子でもよかった。いや、それは本来はさ、こう、うん、押してる選手を出すべきでしょ。まあそうだね。フロンターレはやっぱそういうとこをしっかりやっていく。まあそういうことかな。ユンカーだってほら、顔でもあるから。いや、そのこれわかる、うん。それもともと実はザイオンさんだったんですよ、もともと。ああ、浦和がね、はいはい。で、怪我したってこともあったのか、ユンカーさんに変わったってのあったんですけど。なるほど、なるほどね。いや、だからこれ、単なる邪推の話でしかないんだけど、田島君、遺跡じゃないよねってのだけ。なんで？いや、だからここで最後、こうね、貢献して、あとバイバイみたいなことないよなってのだけ、うん。もうそういう時期ですよね。なんか、なんか風が吹いても別れの匂いみたいなね。そう、なんかちょっと面白いからね。いやよ、そんなの、そうなの。抽選人ってそんなこと言われちゃうんだもんね。わかんないよね、ありえないと思うけど、抽選会の模様はなんか動画とか残るのかね。多分 YouTube でやると思いますね、J リーグさんが。面白いのがいいよね。ねえ、毎年ね、なんか YouTube でやってる気がするんで。ルヴァンが売れる形のがいいよね。確かにね。ルヴァンのこのお味を当てた順からね、選んでいいみたいな。これは何ですかみたいなね。ユンカーが一番最初に当てたら面白いです、ね。これはカントリーマームですね。じゃあ正解です。ルヴァンではありません。これはルヴァンではありません。ピンポンピンポーンとかね。最もね、味がだから各チームのね、もう下自慢が集まってるかもわかんないですからね。えそれとルヴァンも宣伝になるしね、面白いですね。確かにね、面白いわそれ。そうどうですかルヴァンさん、MC井上真央だったらね、まあちゃんとやるし、ちゃんと真面目にやるけどちゃんと面白いしみたいな、面白く楽しくやるしみたいなね。でごめんなさいねって言えば大丈夫じゃんね。来年ルヴァンさんちょっとお願いします。ウィン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 、ね、ウィンウィンですね。ギャラはルヴァン2枚でいいんでね。2枚だけ難しいことしてるな。逆にありがとうございます。ありがとうございます。ネタそうだ、楽しみだね。天皇杯もだから冬に向かってグググッとくるのがサッカーでございましょう、これね。そういうことですよ。いや本当ですよね。あとそれこそね、E1 の話したからですけど、うん、あのもちろんね、先ほどの パリ・サンジェルマンも来るし、はい、男子 その、ね、E1 もあるんだけど、うん、E1 もあの女子もあるんですよね。なでしこもね、はい、そう。あ、調子強かったね昨日ね。フィンランド相手に5対1ってこと。フィンランドすげえ盛り上がった。フィンランド開催だったんですかね。あ、そうです、フィンランド開催。すげえ盛り上がってましたね、フィンランド、ね。ただちゃんと5対1でさ1点取られてましたけど、向こうの1点はあの、うん、ね、昔の女子サッカーによくあったね、もうビッグボスみたいなやつが1人で持ち込んでねシュートしてましたけど、ね、じゃなくてなでしこはもうちゃんと崩してね、3人目の動き出しからね、うまいっすね。見事な胸トラからのボレーとかありましたよね、あれ。なんだっけ、あれ決めた人ね、誰だっけね、ショートカッツのね、
そうだそうだ、いました。でもいっぱい得点者がいましたね。あの人切れてたね、ジュンさん、金髪の。遠藤純選手ね。遠藤純さん切れてましたね。切れてましたね。ね、今ね、あの東京オリンピックの後でというか、ベレーザいたけど、そこからあれですよね、アメリカ行って、まあ、エンジェルシティって。そうなんですね。だからああいうなんかこうエキセントリックな髪型になってたんですね。ねえ、もうちょっと主張してましたけどね、ベルディ。そうなんですよね。金髪。千葉さん、ジェフレディスのね、うん、そうなんですね、決めてましたね。そうなのよ、セルビア戦でね。なんでジェフレディスこのオスカっていうとね、ちょっと近日公開の、ね、コラボがあるんでね、はい、あるんですけども、はい、ぜひ見ていただければなと思いますね。なるほどね。だからこのメンバーというかね、またその強いんじゃないの、何あの、はい、なでしこ強いんじゃないの今世界的に。いや、だからちょっと楽しみなんですよ ね。でこちらもですね、うん、日本のその男子のちょっと前に行われるというか、はいはい、男子が、うん、はあの7月19日火曜日の19時20分から香港戦行われるんです。夜ね、うん、はい、はい、あの鹿島サッカースタジアム、はい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 、でその前の16時から日本女子 VS 韓国女子が行われますので、うん、同じくね、かぶりだ、そう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 、日程かぶり、どこ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 、何が鹿島で、鹿島で同じとこでやるの、同じとこでやります。あれ16時と17時から、16時と19時、あ、16時と19時だったらできんのか。できる。それって投資チケット？どう、そこまでちょっとわからない。行きたいんですけど。これね。チケットも売ってんのかしら、売り切れちゃったかしら。どうなんでしょうか。行きたいんですけど。男子と女子が被るのは多分ここだけだったんです、ね、うん。そんなことあんまりないですよね、歴史的にも、ね。なかなかないですよね。韓国女子も見れるわけですか。そうそうそう。男子はどこ戦だっけ？男子は香港戦です。あらららら。へえ、これすごいね。これいいですね。ちなみにその後は、うん、あの女子はそのまま鹿島でやるんですが、うん、男子はトヨタスタジアムで。あ、動くんだね。はい。で日程も1日ずれになるので、初戦だけですね、はいはいはい、日程が完全に被ったりするのは。これはなかなかのメモリアルなあれだね。そうですね。そういうことになりますよ。じゃあチェアマンとね、チェアが、うん、岡島チェアとね、チェアマン、野々村さん、チェアマンがね。うん、あ、でも、あ、リーグかそれはね、代表関係ないね関係なくはないけどね、相撲を取るんかなみたいな、まあでもね、なんか来てくださる可能性もありますからね、なるほどね、といったところでございます。わかりました、楽しみでございます、はい、ワクワクしてまいりましたね、はい、でございました。なんか熱中症とか気をつけましょうね、これね、大変なんでしょう今ね。今ね、今週だと35度オーバーですから、ね、ずっとね、関東水飲んで塩舐めてね、そうだよ、うん、あとなんか新たなね、サルなんとかウイルスみたいなも怖いですね、ちょっとね、何回来てますからね、なんかね、地震もちょっと多いですしね、まあまあそれはまあいいです、気をつけてくださいね、気をつけていきましょうこれね、はい、はい、つうことでございました。まあでした、ノーでした、ありがとうございました、でした、あ、奥座敷だよね今日ね、今日ですね、夜中、夜ですね、21時から今からで間に合いますんで、よかったらね、メンバーシップ入ってみてください、お若い方よろしくお願いします。つうこと、あとリアルライブもそろそろ決まりそうです、よろしくです、お願いします、はい。